皆さんは神話って知っていますか？遠い昔から伝わってきた神様たちのお話です。今日は昔々、姿の見えないいろんな神様が誕生する中、人の形をして生まれたイザナギの御事、イザナミの御事のお話です。早速お話を見てみましょう。それは今から約数えきれないくらい昔々のお話。天と地は今のようにまだ分かれていなくて、お互いの世界を自由に行ったり来たりしておりました。しかしある日、ふっとどこからか創造の息吹が生まれ、変化が起きました。それは気配のみ。目で見たり触ったりはできないけれど、確かに感じる、いろいろなものを創造する神様の誕生でした。この神様が縁結びの神様を生み出すと、世界はほんわりと暖かくなって、空と大地は二つに分かれました。クラゲのように漂っていた大地の中からは、小さくて長い生命力の神様が現れ、空が落っこちないように支えてくれる神様も生まれました。砂のような神様も、泥の神様も生まれ、やがては感情の神様も生まれて、そしていよいよ人の形をした男女の神様が生まれたのでした。それがイザナギの御事、イザナミの御事でした。創造の神様はこの二柱の神様に、雨のぬぼこという大きな矛をくれました。お二人にお願いがあるのです。この矛を使って、今もまだクラゲのように柔らかい大地をかき混ぜてください。そしてしっかりとした大地に作り固めてほしいのです。心よく二柱の神様は虹の浮き橋の上に立ち、漂える大地をコーロコーロとかき混ぜて、一気に矛を引き抜きました。とその時、矛先から雫が一滴波の上に落ちたか早いか、それは小さな島になりました。二人はそこに降り立って、雨の御柱という柱を立てました。それはあまりにも大きくて、お互いの姿が見えなくなってしまうほどでした。二人は協力し合って、その柱をめぐり、いくつもの新しい島を生んだのでした。新しい島で二人は次に神様を生み始めました。女神イザナミの御事が次々に神様を生み出します。山の神、海の神、風の神、船の神、ありとあらゆる万物の神様を生み出しました。そして最後に火の神様を生んだ時、イザナミの御事はなんと火傷を負って死んでしまいます。夫のイザナギの御事はあまりにも悲しくて、死んだ者が行くという黄泉の国に会いに行くことにしました。しかしその先でイザナギの御事が目にしたのは、見るに耐えない女神の姿でした。わっと声を上げたその時、イザナミの御事はむくっと起き上がり、どうして見てしまったのですかと怒りました。変わってしまった自分の姿を見られて恥ずかしかったのです。けれどイザナギの御事は一目散に逃げていってしまいました。黄泉の国から帰ったイザナギの御事は後悔しました。自分の行為もすっかり汚れた体も心も洗い清めようと、きれいな川に行ってすべてを洗い清め始めました。すると川の中から清めの神様が現れ、その汚れを持って流れ去ってくれたのでした。ああ、ありがとうございます。そして
巫女が改めて左目を洗うと、どうでしょう、そこから太陽の神アマテラス大御神が生まれ、次に右目を洗うと月の神月読みの巫女が生まれ、そして最後に鼻を洗うとスサノオの巫女が生まれたのでした。それはこの先の神話の中で大活躍する三鬼神の誕生でした。